セイノブラン。ブローチは私合わないから、どんなの使ってる。たとえ加工品でもダメだ。液体シロップもしくは顆粒だよ。顆粒はね、パーツとけてね、胃に優しいからいいんだよ。成分広がるけどね、体内に。その代わり取りすぎると暇になっちゃうのよ。だから調子が悪い時だけに服用すればいいの。1日3回って書いとった時にね、わざわざ1日3回飲まんでもいいんだけどね。ひどい時だけに服用すればいいの。戦闘を再開。それしたら医者が嫌うんだけどね。医者嫌うわ。カーターで薬飲んだら吐血しちゃったみたい。唾吐いたらねって言ってますね。唾吐いたらね、血が出ようみたいって言って、医者にも言ってたら、もう薬飲まんでもいい。じゃあ点滴だけで頑張りましょう。それもね、優しいやつ。だから髪の毛抜けることもなかった。病人とは思えなかった。元気はつらつだったよ。まあ、C の旦那がいらんことしてくれるけど困るって。頼んでないのに勝手に買うてきて、勝手に母ちゃんと父ちゃんにあげる。マイル。あれから持ったって全部捨てたよ。悪いけど。しかもそれもナイキで見る。おい。ナイキが高いじゃろ。ビビっとったわ、スネミハン。ねえ、あれってうちの父ちゃんが身につけとったやつ、ナイキか。うん、そうだけど、どっからそんなお金が出るんだって。戦闘王子。違うわ、 C がくれた。鬼もくれんかな。あんたにくれるわけないじゃない。飯食わせろって言ったぐらいで。お願いします。ケチやな。あの時電話かかってきたわ。あ、そう。1時間請求くらった、電話越しで。わしの親子がノーナータイ手柄で来やがってるとか言って切れてないんだけど、うちだけだったらもうかあの泊まらせてくれとったんや。あんたも一緒だったけ無理だったんや。本当は援助ば。あんた殴られて殺されるとこだったんだよ。あ、そう。あの男にびっくりしたわ。見舞いに来るのかもんかったけど、看護師さんが言った言葉がちょっとね、未だにあの頭に入っとんだけどさ、これはまたヤクザみたいなのが来たら、戦闘を再捨てんでもいい。こっそりあの箱に入れた方がいいんだよ。じゃあ何も書いても取っとるわ。戦闘を中断します。
開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。印なんだ。見てなかった。バターを。サメルができた。